羽鳥暁は、日本の福音派牧師、大衆伝道者、ラジオ牧師。羽鳥淳二は実弟。学生の頃の羽鳥暁と兄弟と、両親1920年11月3日に、群馬県高崎市で、桃井小学校校長を務めた父耕作、母子との長男として生まれる。1936年4月4日に、高崎中学時代に、同級生、船木純一に誘われて、前橋キリスト教会に行き、マーガリット・バーネット宣教師の導きで、キリスト教に入信。1938年東京高等、師範学校門下4部に入学する。東京では仁養独立教会に籍を置き、吉木靖牧師の薫陶を受ける。1940年10月17日に、青山学院で開催された全国、キリスト教信徒大会で、羽鳥が作った、賛美歌、桜咲く日本のが、吉木の推薦により歌われた。1941年秋に、東京高等師範学校を短縮で卒業する。同年東京文理科大学史学科に入学する。1943年6月26日に、父耕作が44歳で死去する。1944年に、東京文理科大学を卒業し、東京都蔵前工業高等学校に就職する。1944年秋に、陸軍に等兵として召集され、岩手県の通信部隊に入営する。陸軍軍曹として、終戦を迎える。終戦後蔵前工業高等学校に帰任する。その後高崎高校に転任し、母親と暮らす。無牧であった高崎教会で、信徒牧師としての責任を持つ。翌年、吉木靖と共著で、キリスト教史入門を執筆出版する。1947年より、東京女子師範学校で教師を務める。1949年急性虫垂炎で入院したことをきっかけにして、検診をして、前橋聖書学塾に入学する。バーネット宣教師、パー宣教師、船木林一牧師に薫陶を受けた。同級生に船木拓夫がいた。翌年卒業し、1950年に渡米して、フラー神学校に入学し、ハロルド・リンゼル、カール・ヘンリーらに薫陶を受ける。フラー人学校時代に日系人協会の臨時牧師をして日系人牧師たちとの交流する。このことがきっかけで日系人福音宣教協力会が創設される。1953年にフラー人学校を卒業してスタンフォード大学院文学部ドラマ科、ラジオテレビ特別研修学科で学ぶ。ジェムズの3人目の宣教師に任命されて1954年4月、サンフランシスコ港より航路で帰国する。1954年8月にバーニー法律宣教師とバーニーショー宣教師らが1951年に創立したパシフィックオリエントブロードキャスティングカンパニー理事長、兼社長に就任する。また、チームの宣教師A・シーリーが協力する。1955年5月5日に日本イエス・キリスト教団の指導者、沢村五郎牧師の娘と、福音伝道教団前橋キリスト教会で、安藤喜一の私識で結婚する。1956年に、夫婦双方が、結核に罹患し発病する。4ヶ月間、稲毛の額田サナトリウムに入院し療養する。サナトリウム退院後に、福島県須賀川市に転居する。須賀川で、バーネット宣教師の医師である。福音伝道教団の聖書学校である中央日本聖書学塾の設立に安藤喜一と共に携わる。1958年世田谷区松陰神社の借家に転居する。長谷川慎太郎の依頼によって船木純一らと共に聖書神学社を設立する。同時に同校の初代校長に就任する。1959年に JCC の浜田山の敷地に聖書神学社が移転する。1960年に聖書神学社の校長を辞任する。この年、ジェムズにより1年間の休暇が与えられ、カリフォルニア州サンロレンゾで休暇を過ごした。その間英国のスクリプチャーユニオンの総会に出席した。また、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ等、南米12カ国を訪問した。帰国後、世田谷区に住み、近所に住んでいた。本田博司次、安藤中氏ら福音派の指導者と交流した。1961年9月25日、米国のロックマン財団より指名され、チームの宣教師 K マクビティ、船木純一、松尾武ら5名と共に、聖書翻訳のコミッショナーに指名される。同時に設立された新改訳聖書刊行会のメンバーとして、新改訳聖書の編集員になる。1966年10月には、西ベルリンで行われたベルリン世界伝道会議に30名の日本の福音派の代表と共に出席した。1967年のビリー・グラハム大会では、ビリー・グラハムの公式通訳を務める。1989年に、米国カリフォルニア州モンロビアで開催されたワールドビジョンの世界会議にワールドビジョンジャパンの理事長として出席した。1994年4月太平洋放送協会会長に就任する。2017年4月10日、死去。96歳没。ありがとうございます。